山菜ハンターの中井です。あ、ここ Wi-Fi 飛んでんの知らなかった。ちょっとね、天気がちょっと悪いですね。札幌国際スキー場、今ね、ゴンドラにいますね。ゴンドラ、前回はスノーボードだったんですけど、今回はスキーで行きます。今日はね、比較的空いてるんで、ちょっとラスト、滑りラストにしようかなと思ってます。いや、気温ちょっと高めなんですけど、ちょっと寒いですね。高めですけど寒いです。ちょっとライブ動画で片手にストック持って、片手に携帯で落とさないように、転ばないように行こうかな。ちょっとね、雪硬いですね。まあ、ちょっと滑って、ちょっと今日のところは切り上げようかなと思います。それでは行ってまいります。よいしょ。あ、気持ちいいですけどね。よいしょ。